はい、ではラナンキュラスたちを飾りたいと思います。やっぱシンプルにこれだけも綺麗ですね。とりあえず入れてみます。こうボリュームがあるものを持ちまして、そこにこう細い葉っぱのないものを周りに乗っけていくような感じだと綺麗に入れられると思います。これ3本買ったわけじゃなくて、ね、ラナンキュラスに枝がついてたんですよ。ちょっとお得でした。下これ取りますね。でこれすっきりしてるのは後ろに添えましょう。こんな感じで、あ、別にまた花屋さんの持ち方してないです。ちょっとそれっぽくなっちゃってますけど、上に乗っけていっただけですね。どうかな。これ花キュラス濃い花が手前に来た方がいいですね。交換しちゃいましょう。これ短くしますね。葉っぱを取っちゃって、うん、綺麗かなと思います。今日も下を切って入れただけです。ラナンキュラスの茎は中が これ割としっかり詰まってますね。中がちょっと空洞なんですね。でもこの新しい大輪のシリーズは結構詰まってますね。これなら大丈夫かな。割と品種にもよると思うんですけど、ちょっと茎が弱いんですよ。アネモネほどではないんですけど、アネモネはもう中が空洞なんですぐポキッと折れちゃうんですが、ラナンキュラスもお花が結構大輪に開いてくるので、こうやって飾ってるとこうやって花が重くて下を向いてきてボキッとこの花瓶の縁のところから折れてしまったりします。そうしたら折れちゃったところの上でまた切って、もっと短いコップとかお皿とかに飾ってあげて、どん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 短くしていくっていうのがおすすめです。初め長く飾っておいて、折れちゃったり茎が傷んできたらどんどん切って短くしていくと長く楽しめると思います。